え、あれ何年なの、これが。あの、イギリスの船、わーってなったのいつだったっけ、2月、3月。2月。2月ね、確か。クイーンエリザベス。3月か、日本は。でしょ、ね、あれいつ ?2020 年。今2020。だから2020。来年で3年ですね。ま、3年まだやってんのか、こんなこと。いや、本当にもう信じられないですよね。信じられんな。面白いでもな、これ。いやー、3年になるんや。だからあれ、中国でなんか、あのバタって人が倒れる衝撃的な映像とか流しとったのが2月ぐらいか。あ、ですね。脅しかけてきたんか。もうちょっと早かったかもしれないですけど、でもそんぐらいだと思いますね。オーソムリティラーでなんかその栄養素の話が出るのが1月29日なんですよ。でそこからまあ予防医療の先生方はもう早めにこう、まあ、栄養療法だからマスク、さっき言ったマスクある当時からしてへんねんね、うち。あ、そうですよね、一貫して、はいはいはい、一貫してマスクしてへんというこの凄さみたいなほいで、なあのな前におった医師が、はい、歯科医師な、ええ、こいつがマスクがどうやとか騒ぎ出したんよ。勤務しとったやつな、はいはいはい、やめていったけどマスクがどうとかああじゃとか言い出してもう勝手にせえみたいな話だ。もともとだってあの風邪の方があの咳する人が飛沫させないためにやるのは分かりますよ、まだ、うん、まあ、あの時から一貫だから院長と、うん、俺ほら GoTo の時とかも含め、ええ、もう旅行行くやんか、ええ、マスクせえとか言っちゃ怒ってんねんけど俺はもう別に怒る必要もないし、あ、そうですかみたいな、はいはいはい、だから新幹線乗るもしたことないで、はいはい、うん、もうあのでも2年前相当白い目で見られたと、まあ、2年前やったらそうでしょうねこいつはないやみたいな顔で見られたけど、まあ、今はもうさすがにあの加藤大臣、うん、もうね、速度しなくていいとか言い始めてるんで、いつまでやねんやろあれ、猿グッズは。いやこれすごいぞ。逆に金転職するでしょ、いろんな金が。な、真面目な話、金とかっていうよりは、うん、なんちゅうんかな、不衛生っていうとかそういう話じゃなくて、うん、あの意識的なもんやと思いますわ、うん、もうあれ一生取られへんことになる可能性が、はい、子供とか多いみたいですね今、うん、意識ですわ、だから、はいはいはい、もうこっから下は人間の顔はありませんみたいな世界に入ってるみたいな、うんうん、はいはい、だからうちの娘も高校、あ、言ったっけ、中退者言ったよな、辞めたんですよ高校1年生ね、で私立、この今年の春に2022の春に入学してね、私立の私学ね、まあそこそこしっかり勉強して入ってんけど、うん、全員マスクでなんかリクレーションってやんねんな。いや、こう、あの学生の方がやっぱ厳しいんでしょうねと思うわ、はい、先生マスクつけてるやろ、ですよね、顔知らんっていう感じ、はいはいはい、でいざ撮るやん、はい、こんな顔してたあんたみたいなやつってあんねん結構らしいで、でしょうねいやこれすごいよな、今日電車で来られたでしょ、電車で、はい、まだつけてる、私はもうつけてないです、あの皆さんあつけてますよ、9割いや9割、まだ9割以上じゃないですかおそらくまあちょっとちらほらあのつけてない人出てきたかなっていうぐらいですね、だからこれな、あのあれと一緒ですよ、本当のあのなんていうのかな、 15% とか 10% ぐらいの人がこう先頭だって気づいてて、で真ん中もマス層はもう8割流されるまんまにいくみたいな、そうなんですよね、これ全部この状態なんやな、これ、はいはい、うん、なんかもう人によってはもうつけてた方が落ち着くっていう人もやっぱり出てきてますもんね、でこの8割のマス層がメディア見て信じてたワクチンもここに来てひっくり返ったでしょ、うん、もうこれ、はいはいはい、これどうすんのかなみたいないや、ひっくり返ってるなんてまだまだ世の中のね、どう、いや、まだ分かってない人おんの、分かってない人もいますよ、ブースターでまだ5回6回打とうかっていう人おんの、うん、全然います、全然います、まずいで、特にご年配の方、だからな、あの本当に民放、あの普通のテレビでやってる番組しか見てない人は、あの気づいてない人多いですね、でも気づくやろ普通、いや普通周りでねちょく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 倒れていってるんで気づくと思うんですけど、いや、いろんなあの地方の先生とかからもたまにやっぱり電話をいただくのが、そのワクチンの後遺症にいいもんなんか、ね、知らないかとか、うん、あの今までだったら高齢者がなるような病気がもう若者でも結構出てきてるんで、うん、
なんか知らないとかっていうのがやっぱ結構ちょこちょこなんか連絡来ることが増えてますね。だからな澤さん、これな俺思うんやけど、直感信じてないから、うん、人の言うこと信じてるから新聞とかテレビとか、うん、えらいことなってんのよ。だからこの半年ぐらい救急車異様に走ってるやろ、あれ分かると思うんやけどな、普通の人でも気づかないんですよね。あれ多分日本全国あんな感じやと思うで、救急車。そうだと思います。すっごいで、なんか年がら年中救急車その辺走ってるで。だって私もちょっとお話ししたかもよく分からないんですけど、今年の2月に祖母が亡くなったんですよね、うん、まあ、95を超えて、まあ、5年生肺炎なんですけど、うん、で火葬場が1週間ぐらい待たされたんですよ。4日5日だったかな。でしょ、もう空いてないでしょ、もうどこもそんな感じみたいですよ。それだけで分かるやろ、普通この超過死亡の数。はい、うん、で面白いのがね、先週、今日何曜日、今日水曜日、今日木曜日、この辺2、3日前に出てたわ、アメリカの、あそこ、米国の、アメリカの厚生労働省みたいな機関です、はい、あれ、なんていうとこやったかな、なんていうんです、でね、はい、土葬なんですよ、あちゃらさんは。で、仮想の国では分からんような現実が結構出てきてて、接種した人の、その、なんていうかな、その、防腐剤っていうのを入れるんですって、その、埋める前にね。でその防腐剤を入れると、注入すると今までになかったようなことがこの2年、皮膚系と、だ要はあれ血管でしょ、血管、はいはい、そうですね、そうでしょ、血管でしょ、はいはい、なんかすごいことが次から次へ出てきてんねんけど、これどうなんのかなみたいな。でもこれ、いやでも世界的にはもうあれ、史上最悪の生物兵器っていうことは認識になってるんでね、今なってますよね。で、なんでまだ撃つ。いやだから日本ってやっぱ海外に対して弱いんでしょうね。で、別にこう、うん、公安に捕まえられて無理やり背中にブチョっていうわけじゃないやん、任意でしょ、完全に逃げられてるでしょ、はい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 、あれ、厚生労働省も、はい、任意ですよと、別に撃てとは言ってないよと、ね、だからみんなが撃たなかったらいい話なんですけどね、自ら撃ちに行くもんな。いやそうですよ、だってもう怖いのが、私の父親の話前しましたかね、うん、去年の、7月末ぐらいにワクチン打って2週間後に仕事中に倒れて、うん、でまあ報道物の時打って搬送されて、で再生回呼ばれたんですけど、まず CT に血栓が映らなかったんですよね。だからなんで倒れるかわからないとって言われたんで、じゃあちょっと D ダイマー検査してくださいって言ったんで、うん、検査してもらったらめちゃめちゃやっぱ血栓の数値悪かったんですよ、うん、でその時医者も多分これワクチンの原因かもしれませんって言っ私聞いたの言ったんですよね、うん、言ったんですよ。その後からもうピタッと口に言わそれ言わなくなって、うん、いやこれ転換ですとか、うん、転換なわけないやんっていう、これなぁ。でまあ3ヶ月ぐらいもう1ヶ月はもう記憶なくなって、その後3ヶ月ぐらい入院してたんですけど、まあ、今はもう回復したんですけど。ああよかったな。で回復したんで、実はこの時こうだったんだよって話をしたんですよね。でワクチンのせいだよ親父なって言ったにもかかわらず3回目も4回目も打ってますからね。どうしようもない本当に、うちだから、うん、そうなんですよ。だからね、これ院長のところもそうなんですよ、うん、お父さんお母さん打つんですよ、はい、でうちの母親は、うん、言う前から、いやそんなよくわからないもん、体に入れたくないからもともと打つ気ないって言って一回持ってないんです、うん、だからね、考えの違いなんです、ね、そうなんです。だからこれ今やってることってね、やっぱ意識の分断なんですよ、うん、で、これワクチンだけに限らず全部がその形になってるんですよ、うん、ちゃんと自分で考える人と考えない人とがごっつい分かれていってるんですよね、うん、で、会話合わないこと多いでしょ結構、うん、そうですねなんかもうマジあり合わんみたいな、はい人ってあるじゃないですか。あの感じになってるんですよ、これ。あーすごいな、これと思ってな。で、これどんだけの薬害なんねやろ、今回。もうすごいことですよね、これ全世界ですから。ちらほらだ聞きますからね、亡くなってる方の話とか。そうなんです。で、日本だけじゃないですよ、これ全世界ですよ。イギリスなんかは、
乳幼児の突然死が前年比 140% でしょ、うん、でえらいの出てきてたんがアメリカなんかはあのあれ流産が 4300% やねんて、うん、前年、はいはいはい、すごいことなってるぞこれ世界中。あの私の家内の友人の家族の方なんかは、妊娠9ヶ月で流産しました。でしょう。これ結末どうなると思う。これ知り合いは4ヶ月ぐらい早く生まれちゃったりとか、まあ、なんとか助かりましたけど。でもあれ残り続けるもんな、体の中に。ですね。うーん、最後どうなんのこれ。いやもうだって認めますかね。ああ、それは認めないですよ。認めないですよね。それはもういつの時代も過去も昔もない、うん、そうですよね、うん、あの要は政治も役人もそうですけど、うん、時の人ですから、うん、もう辞めたら終わりなんで、まあ、そうですね、うん、でじゃあ誰が責任取るのって言ったら国がっていう話になるけど、そんなもん取らないよ、そもそもこんなもん、ね、うん、もうここまで言ってますし、でじゃあ製薬会社って言ってファイザーとかモデルナとかって言ったってもうあれも潰れてまうからな、多分、うん、最後は、まあそうですね、うん、亡くなったら終わりなんで。そうですね、結局その世界なんですよ。保証もしないでいい誓約書書いてますからね。そうなんですよ、うん、だからこれ本当にすごいことで、いや本当に、うん、まあ公にはしないかもしれないですけども、でもだいぶ出てきてますもんね。出てます。だからもうツイッターファイル、イーロンマスクがガン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 やってツインターファイル第5弾までいったかな、うん、で次出てくるのはコロナのと、うん、ワクチンと。今週土曜日でしたっけ、あの CBC 名古屋の、うんうん、4時間なんかスペシャルやるみたいですね、うんうん、だから、うん、もうやっぱり順番には出てくるんですよ、うん、ただ出てきた時に日本のそのおじいさんおばあさんなんて、うん、そのわーとかその病院とかその国会の前に集まってわーっていうのないと思うんですよ、うん、ですね、ひたすら楽って感じだと思うんですよ ね、 これでしょうね。聞きたくなかったっていう、うん、だから聞きたくないことを聞かされるっていう感じになっていくん違うんですかね、うん、そうですね。いやまあでもそれでも信じてますっていう人おるかも分からないけど、いやいやいや、そうなんですよ、もう信じたくないんでしょうね、結局そうなんですよ、うん、すごいなこれ。だってうち院長、うちのクリニックそうですけど、ワクチンはダメですよって言ってた時ってものすごいやっぱり批判浴びたからね、直接患者さんからも、はいはいはい、なんか頭のおかしい陰謀論者がおるみたいな、それが今最初はそうでしたね。確かにそのあのクリニック、ヨハのクリニックさんとかも聞きますけど、そうでしょう。吉野先生もそういうふうに言ってたじゃないですか、ね、ダメですよと、はいはい、あの当時ダメですダメですって言ってた先生ってわずかやったけど、うん、この、ね、3、4ヶ月でいいよいいよ、もう皆さんなんていうかな、もうええかと、暴露するかという感じで一気に騒ぎ出したから、うん、これそうですね。これもすごいわ。だから結局三沢さんあれですよ、うん、西洋医学の終わりですよ。いやそうですね、うん、もうだから科学的根拠関係ないっていう話ですもんね、うん、だから西洋医学がもうダメってことよ、うん、っていうことは製薬会社も同じですよ、うん、ああ要はあれでしょ、へりくつっていうか理屈付けでエビデンスで固めたなんかこう薬を売るための、うん、もう医学じゃない、あれ商売ですよね。商売ですよね、うん、アカデミーも商売でしょあれ、はいはいはい、の何やったっけ、ノーベル医学賞とか、はい、あれも商売でしょある意味、そっちの方に行きましょうっていうことだから、だから漢方になるんか東洋医学になるんかとかじゃなくて、免疫っていう世界に入っていくってことだな。そうですね、だからあの今免疫下がってるじゃないですか、打ってる方って、で帯状疱疹とか出て、じゃあ帯状疱疹向けのワクチンが出て、そうなんだ、製薬メーカー儲かるようになってるんですよ、ね、だからいつまで経ってもそこにすがる人はもうちょっとこれいかんともしがたいっていう時代になんちゃう、うん、あなたのこのなんていうかな、この頭の中っていうかストレスやん、ほとんどの病ってストレスとか、あと考え方とか、あと食べ物とか、うん、もうそっちで行こうよってやってんのに、世の中なんか知らんけど薬に頼る人がまだおるみたいな。いやそうなんですよね。これだから
これお医者さんどうなんのこれ。いやどうなるんですかね。だから西洋医学を信じない人はいっぱい出てくると思うんですよこれ当然ね、うん、ものすごい数出てくるし、うん、もう薬も嫌っていう人も抗がん剤嫌っていう人も当然出てくるでしょ、うんうん、出てくるけどまだわけ分かってない人がやっぱり2割か3割かどれぐらいか分からんけどおるわけで、うん、でもその人たちだと10年もしたらなんていうの、うん、その物理的にもおらんようになるでしょ、うん、ってなったら病院どうなのかなこれみたいな。どうなんですかね。だからまあ相談所みたいな感じのなんじゃないですか、うん、だからさっき美沙さんおっしゃってた親父の件ね、うん、自分そこで病院診療受けたくないよな、そんなとこで普通であればね。だからここ切ったとか折れたとかいう時だけ行くけど、はいはい、薬出された瞬間に「はいもうさよなら」みたいな、うん、ってなると思うけどこれ、ね、いやーすごいな。しかし今回はいやーすごいですね。ほんまもんのグレートリセットですねこれ。いやー本当にそうですね。戦時中でしょこれ明らかに。いやもうそういうことですよね。だから薬使った戦争、魂の戦争をやってるみたいな感じになってくる、うん、いや本当に気づいてないと思った。おるんやうまいな。